サイエンスライター、北村隆一の地球放送。今回は雲の糸とイノベーションについて語ります。3億8千万年前、デボン期中期。魚の躍進によって海の歯を生みさそりはその地位を喪失。さそリの系譜は地上に逃れだけれども、3億5千万年前の石炭期中期までに石炊動物が上陸。 陸上でも敗退したサソリと、その系譜は夜の闇に逃げ込まざるを得なかったんですね。でも、サソリの警報の中でも、ハイトリングムは3億年かけて昼間の世界に帰ってきました。ハイトリングムの能力は垂直の幹でも恐れることなくジャンプできること。ジャンプする接触動物はたくさんいるけど、どれもね、着地を制御できませんね。接触動物にとってジャンプとは、 研究脱出の動作でしかないんです。でもハイトリグモは違いますね。ハイトリグモは糸を使って着地を制御できるんですね。垂直の壁を自在に移動するハイトリグモの総能力は糸あってこそのものなんです。糸はハイトリグモに昼間世界の帰還を可能にした大発明なんですね。 いわゆるイノベーションってことになります。でも画期的な発明である糸も最初はポンコツだったんですね。デボン期中期3億8600万年前にいた原初の雲、アッテルコブス。大きさ1センチぐらい。今の雲と違って尻尾がありますね。それにお腹に板があります。アッテルコブスはこのお腹の板から 意図を出していたんですね。アッテルコフスは掘った穴をこの糸で裏打ちするとか、そういうことをしていたらしいんですね。3億年後の大成功からは想像もできない地味な能力ですね。だから、株式会社アッテルコフスが、我が社の新商品は意図です発表しても、ほとんどの人は、ふーん、それがというだけでしょうね。イノベーションというものは最初はポンコツなんですよ。 生物に限りません。人間の機械もね、最初はポンコツなんです。こちらの機械は18世紀後半の蒸気機関。同時代にいた英国の経済学者アダム・スミスさん。この人は国語論を書いて、治安へこそが国を豊かにする道だ、と言った人なんですけど、スミスさん国語論でこう書いているんですね。労働者は様々な機械を扱っている。ファイヤーエンジンには釜やシリンダーがあって、 少年がバルブを操作している。ファイアエンジン、つまり蒸気機関ですね。そしてスミスさん、こうも言っているんですね。石炭を掘る炭鉱や、鉱石を掘る鉱山、そうした現場では排出の機関がどうしても必要になるが、揃えるのに多くのお金が必要なのである。偉大な経済学者スミスさんが蒸気機関について述べたのはこれだけです。面白い、そして高い。 最初の蒸気管は面白いからくりだけど、それだけのものでしかなかったんですね。そしてこの蒸気管ですら改良されたものだったんです。もっと前、17世紀後半の蒸気管はこんなものだったんですね。石炭で釜を焚いて、水を沸かして、そして機械にはバルブがあって、閉じたり開いたりしているんです。 ここで釜のバルブを開けて釜の蒸気をパイプに送ります。すると蒸気がパイプの水を押し上げて水を排水するんですね。こんな風に。次に釜のバルブを閉めて蒸気を送るのをやめるんです。さらに排水パイプの真ん中のバルブを閉じて下のバルブを開ける。それから排水パイプの上のバルブを開けるんです。 すると、シャワーのようにパイプの水が出てきますよね。こうすると蒸気が冷やされて体積が縮む。すると、バルブの空いているパイプの下の方から水が吸い上げられていくんですね。こんな風に。そして、ここでバルブを開け閉めし直して、再び蒸気を送り込むんです。すると、吸い上げた水を上に排水できる。 この作業を繰り返して地下水を排水するんですね。これが最初の蒸気機関、セイバリのポンプ。気候の悪いイギリスでは、滝着用に木材を伐採し尽くして燃料が不足していたんです。浅い場所の石炭を折り尽くして、深く折ったら湧き出る地下水を排水する必要が出てきたんですね。そこで編み出された苦肉の対策が、この最初の蒸気機関。 一世紀後の蒸気管も改良されたと言え、基本原理はね、同じままだったんです。熱効率は2%程度、現在のエンジンの20分の1ぐらいの超低効率なポンコツです。そりゃアダム・スミスさんもね、注意を払わないわけですね。でも、スミスさんも注目しなかったこのポンコツが世界を変えたんですね。イノベーションは誰も注目しないポンコツから始まる。このことを忘れてはいけません。 そもそもイノベーションという概念に、そんな画期的な意味合いはね、もともとなかったんです。なるほど。イノベーションという言葉自体には革新的意味があるけど、経済やね、ビジネスの世界で、イノベーションという単語が使われるようになった。その由来をたどると、100年前の経済学者、シュンペイターにたどり着きます。このシュンペイターさんはね、イノベーションではなくて、ニューワーコンビナティオーネンって言ってるんですね。 これはドイツ語で英語に直すとニューコンビネーション、つまり新しい組み合わせって意味なんです。シュンペーターさんがいたのは100年前のオーストリア帝国。帝国はドイツ系のハプスブルッケが統治したので、行政用語はね、ドイツ語だったんです。だからシュンペーターさんもドイツ語で執筆したんですね。帝国自体は第一次世界大戦の後、分解してしまって、 シュンペーターさんの故郷はね、今ではチェコになっています。さて、シュンペーターさんはその著書、経済発展の理論で、新しい組み合わせについて述べているんですけど、この本の内容をね、一言で言うと、アンパン作ると経験が良くなるよ、ですね。もちろん、100年前のオーストリア帝国にいたシュンペーターさんが、アンパンなんて言うわけはないんですけど、でもね、 彼が言う新しい組み合わせとはまさにアンパンつまり、まんじゅうとパンによる新しい組み合わせなんですね。では、アンパンのような新しい組み合わせがなぜ景気をよくできるのか。アンパンを発明した人が次のように相談したとします。アンパンを大量に作って売りたいけど、そのためにパン生地を大量にこねる機会が欲しい。アンパン売れると思うので、 投資してもらえませんか投資していただければ、投資のお金プラスアルファでお返しします。そしてアンパンを有望だと思った投資家がお金を貸す。つまり投資するんですね。投資家がお金を出すと、パンが売れる前からお金が動くんです。例えば、パンコネ機械を作っている会社にお金が入りますよね。投資家のお金がみんなの給料になって、みんなに分配されるんです。反対にね、 よくこんな愚痴をこぼす人いますよね。投資家って働いていないのに、なんでお金をもらえるんだろうね。ずるじゃないかな。不思議ですよね。って。でもね、この手のありがちな愚痴はね、社員を雇っている社長からすれば、ちょっとそれ待ってくれよって話なんですね。君の仕事には満足しているし、君は会社に貢献してもいるんだけど、でもね、それでも君の給料の幾割かは、 投資家のお金なんだよね。世の中の給料のすべてではないけど、そこにはね、投資家のお金は必ず混ざっているんです。ですから投資家がいなくなってしまうと、会社もダメになってしまうんですね。すると、社員の給料もダメになるし、社員の相手をしている店舗もね、ダメになってしまうんです。論より証拠、投資を否定したせいで、滅びた国があるんですね。 それはソビエトロシア。ソビエトロシアの最初の指導者、レーニンはね、働かざる者食うべからずと言いました。これはね、働かないのにお金をもらう、つまり不労所得で生活する投資家を否定する政策だったんですけど、これをやったから投資のお金はまず消えてしまった。そして会社がダメになっていく。給料は下がって、経済もダメになってしまった。 働かざる者食うべからず、レニーニンが投資家を否定して70数年後に、経済が自力になったソビエトロシアは崩壊してしまいます。投資と投資の呼び水になるアンパンを否定して、そして滅びた国家。それがね、ソビエトロシアだったんですね。それにしてもなんでこんなことを彼してしまったんでしょうこれはね、ドイツ出身の経済学者、 マルクスさんの考えをね、忠実に実行したからなんですね。マルクスさんはね、19世紀の人で、資本論という本を書いています。この資本論、やたらと長いんですけど、内容を要約すると、投資という無駄を省くと、物価は限りなく安くなる。そういう内容なんですね。マルクスさんの言ってることね、これね、実は正しいんですよ。 投資家がいなくなると投資がなくなりますよね。そして会社がダメになる。すると給料も減る。さて、商品の値段には、商品に関わった人に支払った費用、つまり給料、人件費が入ってますよね。投資がなくなった今、給料は減ってますよね。減った分人件費も減るんです。するとね、商品の値段はその分安くなるんですね。 つまり確かにね、投資を否定すると、物価が安くなるんです。嬉しいですよね。まあ、代わりにみんな給料が減っていって、貧乏になっていってしまうんですけど。投資という無駄を省くと、物価は限りなく安くなる。確かにマルクスさんの言ってることはね、正しかったんです。よく、マルクス主義は失敗したと言うけどね、あれは間違ってるんですね。マルクスさんの言う通りに投資を否定すると、 確かに物価が限りなく下がっていったんです。つまり、あれ成功なんですね。代わりにね、経済が死んで国が滅びるんですけど、まあ何事にも代償は必要です。物価安のために国を滅ぼす代償ですね。反対に、投資を引き起こす呼び水になる存在。新しい組み合わせ。例えば、アンパン。これ、なんて偉大なもんでしょうかね。アンパンがあるからこそ我々はね、 前進できるんです。シュンペーターさんが言う新しい組み合わせが景気を良くするとはこういうことなんです。そしてイノベーションとはね、本来こういうもので良いんです。最初の蒸気機関は熱効率2%程度のポンコツでした。でもここから現代の機械文明が始まったんですね。そして3億年後にヒルス世界の機関を果たす道具となった雲の糸。 どんなイノベーションもね、ポンコツからスタートしているんです。これはですね、次の革新は今僕らの目の前にあるポンコツから始まる、そういうことでもあるんですよね。ですからイノベーションという派手な言葉に惑わされることなく、身近なポンコツに隠れている進化を見出したいものです。 さて次回はハイトリグモの目の話をします。ハイトリグモの祖先は敗北してウ世界に逃げ込んだ時に視力をほぼ失ってしまったんですね。ところがね、この結果、昼世界に帰還したハイトリグモは人間に匹敵する視力を獲得できたんです。一度失ったからこそ、接足動物の限界を超える能力を獲得できた。そんな進化の不思議があるんですね。 次回はハイトリグモの視力について語ります。では、また来週。